編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。令和の裏、受験生版タイガーファンディング令和の裏です。よろしくお願いします。はい、今回は、ソル・スンヒョクさんですね、早稲田大学を卒業して起業したいというプランでお越しいただきました。見事ゴール、おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にね、もう木下先生がね、もう本当最後もうちょっと感極まられて、いやいや、でも本当虎の皆さんもちょっと優しかったですね今回は。いやもう僕もぶっちゃけ最初の15分ぐらいで、はい、もう全然100万出すけどでも終わっちゃうからちょっと尺も考えなきゃみたいな。そうですよね。そうですね。で木下先生もなんか20、あ、ちょっとずついくさみたいな、もうそういう感じでしたよね。もうそういう感じでしたね。非常にもう優秀だったんで、感想いかがでしたか。絶対になんか突っ込まれるかなと思ったんですけど、うん、本当に皆さん優しくて今日ですどの辺突っ込まれると思いました。僕は思いつかないようなとこで何か言われるかなと思ってなんですけど、はい、よかったです。よかったですいやでも細井先生も結構優秀な人に優しいですね。あ、基本的にそうだと思います。そうですね、結構何でもかんでも食いつくってわけじゃないですね、はい、やっぱりね、頑張って自分で勉強して、うん、まさに入ってるっていうところは多分みんな全評価してたと思うし、やっぱ境遇的に辛いってこともすごい分かりましたしね、はい、特に韓国についてはすごい木下先生もシンパシーを感じて、いやいやいや、本当、スンヒョクが、ちょっかい、いやいや、本当にそう思いましたね。もともと韓国に行ったことはないんですか、そもそも。住んだことない。あ、1年間住んだことあるんですよ、実は。あ、あるの？小6の時に、はい、うん、1年間住んでて、うん、イルサンっていうところに住んでるんですけど。ねえねえ、ああ、そうなの。ね、はい、へ、でも正直この経歴見るとね、これ本当だと思うけどすごいよね、この、まあ、正直この高校から英検1級トイック915点でそういう人 いた過去に。いや多分いると思うんですけど。そうなの、はい、僕もさっきちょっと始まる前に少しだけインターネットで見させてもらったんですけど、はい、早計とか数人しか多分、ね、毎年受からないような学校ですよね、まあ、そうですね、はい、はい、いやだから本当に頑張られたんだ。そう、本当なんかあれなの、頑張ったとこ出さないけどどんな風に頑張ったの。英語とか頑張らなくても入っちゃったの早稲田に。まあでも頑張りましたね、過去問解いて、うん、って感じで、はい、それよかったら全受験生よかるから全受験1日何時間ぐらい勉強しました。1日多分5時間は多分勉強してたと。5時間だけ。それで受かる、頭いいタイプなんじゃないですかね、本当に中学校の時バカだったの本当すごいバカで、はい、ドベとかでし、へえ、つまりね、そういう人にも夢を与えられるよ君ねすごいよね、高校で頑張ればこんな英検1級も受かるし、うん、ね、早稲田にも入れるし、はい、高校関係ないよっていう夢を与えられるんじゃないかな。そうですかね。いやいや本当なんかあんまり言わないけど自分的にはこう自慢したくないの、こういう経歴とかいやでもなんか上には 上がいるかなと思ってちょっとあんまり、はい、そういう謙虚なところもなんかこうにじみ出ててかっこよかったですよね。よかったですよね。辛くなかったの、このアルバイトしてる期間とかさ、もう将来不安で不安でしょうがなかったでしょ。そうですね、もう不安で頭おかしくなりそうな時もあるんですけど、うんうん、まあでも家族のことを思ったりその支えてくれる人のことを思えば頑張れるってことで、うん、ちょっと綺麗事ですけど本当に本当にそう思ってて。今日もしねこういうトラが出してくれなかったらどうしてたの。また1年休学最後のして、うん、お金どんどん貯めて、うん、貯めていくっていう、はい、いやでもこれ本当早く卒業してねこういう就職して活躍した方がいいよ君はそう思うよ。アルバイト、いや焼肉さんが悪いとは言わないけどいや、まあ、全然細井先生はこだわってたけど、まあ、別にいいと思いますけどね。1年間焼肉屋さんで過ごさない方がいいと思うよ僕は。そうですね、うん、やっぱり東京に来たらやっぱりそういう時給のいいバイトとかねなんかこう考えて、いや焼肉さんでもいいけど、いいけど、そういうふうにこう先生方に相談してね、ちょっと塾の講師やってもらうとか、はい、そういう方がいいんじゃないのかな。もう全然うちでめちゃくちゃ働いてほしいです。焼肉屋さんより時給はいいと思う。はい、まあ、皆さんそう思ってるところですね。うん、はい、今日ね、虎がこう5人と、岩井主催がいらっしゃったんだけど、どの人が一番嫌で、どの人が一番良かったですか。いいね、それいいですね。いやいや、ちょっと、うん、いやいや、正直なところ。正直なところ、うん、皆さん本当に優しくて。そうそう、いつもの回よりは100倍優しいですね。間違いです。まあそうでしたね。うん、まあ、今日一番すごい心
心を動かされたというか、そのすごい共感してくださったのは本当木下先生で、うん、いやいやいや、それ僕がいるから、まあ、完全に言わせましたね今ね。まあでも確かにね、すごい思いも出てましたもん、僕らの方にも。いやいやいや、オーラが出てました。いやでもね、本当にこういう人は絶対埋もらせてはいけないよね。それが僕らの責任じゃないですかね、うん、そうだと思います。いや本当にあの世の中今すごい苦しくてね、家庭の事情で大学辞める子いっぱいいるんだけど、やっぱりね、それいうこの中でもね、なんていうか、君がそんなふうになっちゃったら困るなと今日思いました。ありがとうございます。今井主催はどうでした？もうなんか、うん、あんま言っちゃいけないのかもしれないですけど、うん、なんか言われるだろうなって思ってた方が細井先生と、うん、岩井先生で、ちょっと結構注意してたんですけど、うん、本当に本日は優しくて、そうよね。まあYouTube とか見てるとね、ちょっと怖い場面だった。そうなんですよ。めっちゃ詰められるかなと思ったんですけど。頑張ってる子は皆さん優しいと思いますよ。まあ、優しいですよね。はい、小馬翔さんどうでした、このテレビ、はい、YouTube で見る小馬翔さんと。僕が叩かれてることがある。まあ、そうですね。あのまあ。小林先生もちょっと言われるかなと思ったんですけど、痩せてるなと思いました。痩せてるまた別の話。確かにあの動画を追うごとになんかどんどん、はい、ありがとうございます。はい、全然君痩せてるけど、これバイトしすぎて痩せてる。焼き肉食べた方がいい、はい、元々痩せてるのもありますし、まああんまり食べてないと思います。でも本当にこれ復学することになると思うんですけど、なんかこう意気込みっていうかさ、あもうこう決意新たにみたいなのもありますか？そうですね、あのもう前期だけ行ったんですけど、うん、ちょっとしか見てないんですよ早稲田を、うんうんうん、なんで、うん、この3年半使って早稲田っていう環境の中で自分ができること全てやってっていう感じでいきたいと思います、うんうん、そうね、確かにそもそも入ったのもまだコロナの、ね、途中の時だもんね。そうなんですよ、ね、リモート授業も多かったもんね。リモート授業ばっかで、確かに、うん、そうだね、考えたらね、うん、でも入学するまでまだまだ結構ね半年以上ありますから、ね、はい、うん、なんかいろいろ準備もねしつつ自分の、ね、生活も整えて頑張っていただければと思います。わかりました、はい、じゃあ木野先生最後ぜひ一言お願いします。その評価よろしにこんべへら、よろしにこんべへけよ、ね、今ね、あのスンヒョクさん一生懸命勉強しろよとこう言いました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。